どうも、アンソニーです。今回の動画は今が始め時おすすめアプリゲーム、9月のおすすめアプリゲーム第3弾はモンハンナウなど注目の新作タイトルを含む計6タイトルをご紹介。それでは早速見ていきましょう。ドラクエウォーク4周年。ドラゴンクエストの世界と化した現実世界を実際に歩いて冒険する位置情報 RPG。 他の位置情報ゲームと比べて本作では目的地を自分で設定することができるため、通勤通学の往復だけでもストーリーを進行することができるのが特徴。そんなドラクエウォークは4周年を記念したキャンペーンを開催中。4周年プレゼントクエスト。記念クエストをクリアするとジェム3000個をプレゼント。記念大王スライム。メガモンスター記念大王スライムが期間限定で出現。討伐することで4周年復刻福引補助券合計100枚をゲットできます。新コンテンツその1、宝の地図。新たに宝の地図が登場。一定時間ごとに地図が自動生成され、レアなモンスターとバトルすることができます。近くでプレイしている冒険者や助っ人で一緒になった仲間と地図をシェアできるので、レアな宝の地図を求めて繰り返しプレイしましょう。新コンテンツその2、立夏の宿屋。都道府県中の冒険者の情報が集まった宿屋が出現。宿屋では先ほどの地図の交換など様々な交流を行うことができます。この他にもドラクエ9コラボなど超豪華なイベントを開催している4周年イベント、気になる方は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。ダンマチバトルクロニクル200万ダウンロードキャンペーン。エイミングさんから配信中、 3D グラフィックで描かれるダンマチのキャラクターを自由に操作して迷宮都市オラリアやダンジョンを探索するバトルアクション RPG。 戦闘は3人1組のチームを組み、状況に応じて切り替えながら戦うアクションバトル。キャラごとにアシストキャラクターを設定可能で、バトル中に呼び出して援護してもらえます。そんなダンクロは夏イベントと全世界200万ダウンロード突破を記念したキャンペーンを開催中。10連分のガチャ石配布。200万ダウンロードを記念して9月19日までにログインした全ユーザーにガチャ石3000個をプレゼント。期間限定イベント、ときめきオラリオサマー。ヘスティアをはじめとするキャラクターたちが水着姿で登場する夏イベントを開催。イベントクリアでガチャ石や強化アイテムをゲットできます。加えて新カードがもらえるイベント限定ログインボーナスや応援ログインボーナスも実施しています。気になる方は概要欄からチェックして200万ダウンロードキャンペーンと夏イベントからダンクロプレイしてみてはいかがでしょうか。テイルズ・オブ・ザ・レイズ 6.5 周年。バンダイナムコエンターテインメントさんより配信中、オリジナルキャラクターがメインのストーリーと歴代のシリーズタイトルが参戦するクロスオーバーシナリオ。シリーズおなじみのリニアモーションバトルやスクリーンチャットなどが楽しめます。そんな本作は 6.5 周年を記念して超豪華なイベントを開催中。最大200連無料ガチャ。期間中1日1回無料で10連ガチャを引けるイベントを開催。最大で200連分のガチャを回せます。周年イベント強き思いを力に変えてでは、テイルズ・オブ・デスティニーよりスタンとリオン、テイルズ・オブ・エターニアよりメルディが参戦しています。攻略戦では全てのボス攻略完了で最終ボスが出現し、ガシャチケットやキャラ強化素材を獲得できます。この他にも多数の 6.5 周年記念キャンペーンを開催予定。気になる方は概要欄からチェックしてテイルズ・オブ・ザ・レイズプレイしてみてはいかがでしょうか。クラッシュフィーバー弾丸論破コラボ。ワンダープラネットさんから配信中、ぶっ壊しポップ RPG。 仮想世界をモチーフにした世界観が舞台。画面をタップするだけの簡単操作でパネルを壊すパズル×気持ちいいバトルを最大4人の協力マルチプレイで楽しめます。そんなクラフィーは9月15日より弾丸論破とのコラボを開催。ガチャには苗木誠、キリギリ京子、戸上白夜、大神桜、前園さやかが登場。コラボログインボーナスでは藤崎千尋やガチャ石35個をもらえます。協力ミッションの報酬ではセレスティア・ルーデンベルクがもらえます。加えてコラボクエストにはモノクマといったキャラクター面々も登場。クリアでもらえるモノクマメダルを使って限定キャラの笑顔スキンを解放することができます。
総勢10名が参戦する超豪華なコラボイベントとなっていますので、気になる方は概要欄からチェックして弾丸論破コラボからクラフィープレイしてみてはいかがでしょうか。剣と魔法のログレスゴブリンスレイヤーコラボ、マーベラスさんより配信中、スマホで手軽に MMORPG を楽しめるタイトル。武器を切り替え、さまざまなスキルを駆使しながら戦う戦略性の高いバトル。可愛いチビキャラのアバターで他プレイヤーとの交流も楽しめます。コラボログインボーナス、コラボを記念してガチャ20連分の魔晶石100個をプレゼント。コラボガチャにはゴブリンスレイヤーと女神官をモチーフにした2種のコラボ限定防具とアクセが登場しています。毎日運試し、1日1回無料コラボ記念ガチャ、派遣アジダハーカー、アナザーコスモなどの有用な武器がラインナップされたガチャを9月26日まで毎日1回引くことができます。またコラボストーリー1話をクリアすることで限定武器アバターゴブリンスレイヤーの剣を入手可能。加えてクエストをプレイすると入手できるイベントポイントを使って女神官と妖精ユンデの髪型と表情がラインナップされたガチャを引けます。10月からはアニメ2期も始まるゴブリンスレイヤーとのコラボ、気になる方は概要欄からチェックしてログレスプレイしてみてはいかがでしょうか。モンスターハンターナウ、カプコンとナイアンティックがタッグを組んで制作するモンスターハンターの位置情報ゲーム。フィールドマップに徘徊しているモンスターを実際に歩いて探し、体験や太刀といったおなじみの武器を使ってアクションバトルを楽しめます。実際のバトルではタップで攻撃、左右フリックで回避、クエストの制限時間が75秒に設定されているなど操作を簡略化しつつ、ジャスト回避や V 破壊といったおなじみの要素も備えています。またモンハンの醍醐味でもある協力プレイにももちろん対応。ペイントボールでマーキングしたモンスターは家に帰ってフレンドと一緒に狩りに行くことができるなど、マルチプレイも充実しています。そんな本作は事前登録が300万人を突破、事前登録特典フェイスペイント合計4種類や報酬2倍チケットといった豪華なアイテムを9月中に行われるアップデートで配布を予定しています。気になる方は概要欄からチェックして、リリースしたこのタイミングでモンハンナウプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、今が始め時おすすめアプリゲーム特集でした。この他にも皆さんの気になるアプリ、動画の感想、動画で紹介したタイトル以外でもおすすめタイトルがあればぜひコメントで教えてください。それと僕の方のチャンネルではポケモンやアーマードコア6の攻略情報をアップしていますので、こちらにもぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。